欧州サッカー連盟のUEFAは毎年注目の若手選手を選出しています。過去には名門バルセロナで背番号10を背負いエースとして活躍するアンスファティ選手やマンチェスターシティで得点を量産する怪物アーリング・ハーランド選手などビッグクラブで活躍する若手選手が選出されています。今回はそんな未来のバロンドール候補たちの中から特に注目すべき選手をご紹介します。アレハンドロ・ガルナチョ。1人目はアレハンドロ・ガルナチョ選手です。アトレティコ・マドリードの下部組織で活躍し、現在はマンチェスター・ユナイテッドに所属する抜群の得点力とスピードが持ち味の選手です。アトレティコ・マドリードの下部組織では育成部門のリーグで得点王に輝き、アカデミーの宝石と称されています。16歳でマンチェスターユナイテッドに移籍すると、初年度ながら18歳以下のリーグに飛び級で出場し、7ゴール3アシストを記録し、 FA ユースカップでは1試合に出場し1アシストを記録するなど、慣れない環境で早くも才能を発揮します。FA ユースカップ決勝では2ゴールを決めて11年ぶりの優勝に貢献し、アカデミーのベストプレイヤーに贈られるジミー・マーフィー年間最優秀若手選手に選出されています。その活躍が認められ、翌年には17歳でプロ契約を結びます。ヨーロッパリーグのグループステージ第5節では先発で出場し、3対0の勝利に貢献し、マンオブザマッチに選出されます。プレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ優勝などの経験を持つポール・スコールズは、若き日のクリスティアーノ・ロナウドのようだと大絶賛しています。ヨーロッパリーグでさらに活躍し、58年ぶりの偉業を成し遂げます。グループリーグ最終節のレアル・ソシエダ戦に先発出場し、カウンターから1ゴールを決め勝利に貢献します。このゴールは史上最年少でバロンドールを受賞したジョージ・ベストの記録を58年ぶりに塗り替える、欧州カップ戦における外国籍選手の歴代最年少得点記録になったそうです。年間ベストイレブンの経験を持つ同僚のブルーノ・フェルナンデスは、僕らが彼に多くのことを期待していることを彼は知っている。今彼がチャンスを得ているのは、より良いトレーニング、より良い姿勢、そしてチャンスに値するからだと称賛しています。またオランダで年間最優秀監督にも選ばれているエリック・テンハーグ監督も、パフォーマンスには本当に満足している、素晴らしいフィニッシュ、素晴らしい攻撃、そして本当に楽しかったと称賛しています。実はアレハンドロ・ガルナチョはクリスティアーノ・ロナウドに憧れており、アレハンドロ・ガルナチョの彼女は実際に自分よりもクリスティアーノ・ロナウドを愛していることを最近知ったと SNS に投稿し、多くの反響が寄せられています。ゴンサロ・ラモス。2人目はゴンサロ・ラモス選手です。 SC オリャネンセやベンフィカでユース時代を過ごし、現在はベンフィカのトップチームで活躍する、ゴールへの嗅覚と両足での強烈なシュートが持ち味の選手です。ゴンサロ・ラモスはワールドカップ初出場でハットトリックを達成するという偉業を成し遂げています。ワールドカップ通算16得点で歴代最多得点記録保持者のミロスラフ・クローゼが成し遂げて以来、20年ぶりの偉業でワールドカップでハットトリックを達成した史上最年少の選手になったそうです。ポルトガルの地元紙レコードは、メジャー大会でポルトガル史上最高の試合と評し、世界の各メディアもポルトガルの超新星、ニューヒーロー誕生と活躍を称賛しています。ハットトリックを達成した試合は、世界最高の選手の一人と言われているクリスティアーノ・ロナウドに代わり先発出場した初めての試合だったそうです。この大舞台で結果を残したゴンサロ・ラモスは、21歳とは思えないメンタルの持ち主です。シャビ・シモンズ。3人目はシャビ・シモンズ選手です。バルセロナやパリ・サンジェルマンの下部組織で活躍し、現在はオランダの強豪 PSV でプレーする、圧倒的なサッカーセンスと抜群のリーダーシップが特徴の選手です。バルセロナの下部組織ではキャプテンとして27試合172得点14失点で全勝優勝を経験し、インターナショナルカップでは大会 MVP にも輝いています。その後パリ・サンジェルマンを経てオランダの強豪 PSV へ移籍し、才能をさらに開花させます。エールディビジ第20節フェイエノールト戦に先発出場し、1アシストを記録、抜群の存在感を示しました。
年間最優秀選手や各リーグで得点を獲得し、現在は監督として PSV を率いるルートファン・ニステルローイ監督は、輝くものが見えたよ。今日のシャビシモンズは素晴らしかった。あの年齢であのプレーは信じられないと称賛しています。またトッテナムやオランダ代表で主力の選手として活躍したラファエル・ファンデルファールトは、今のオランダ代表の中で最高の選手だと思う。もし私がオランダ代表の監督なら、彼を中心にしたチームを作るだろうね。この試合に限らず、あらゆる試合で彼は才能を示していると大絶賛しています。実はシャビシモンズはプロサッカー選手になる前からインスタグラムのフォロワー数が200万人を超えており、インフルエンサーとしての実力も一流です。マティス・テル。4人目はマティス・テル選手です。パリ FC やレンヌの下部組織で育ち、現在はバイエルン・ミュンヘンで活躍するスピードと抜群のテクニックが持ち味の選手です。レンヌではチーム最年少記録の16歳で公式戦に出場しています。その後も活躍を続け、強豪バイエルン・ミュンヘンに引き抜かれます。バイエルン・ミュンヘンでも才能を発揮し、偉業を成し遂げています。ブンデスリーガ第6節のシュトゥットガルト戦に初めて先発で出場し、初ゴールを記録します。17歳で先発出場とゴールという2つの史上最年少記録を達成したのです。チャンピオンズリーグ優勝経験のある元ドイツ代表のレオン・ゴレツカは、あの年齢でバイエルンの先発に名を連ねるということは並大抵のことではない、しかもそこで上々のデビュー戦を飾っていると称賛しています。またアヤックス時代には史上最年少でキャプテンに就任し、国内2冠を達成したオランダ代表のマタイス・デリフトも、いかに大きな才能の持ち主であるか、そのテクニックやスピード、そして決定力の良さは一目瞭然だと思うねと絶賛しています。18歳とは思えない貫禄を感じさせる選手から目が離せません。モハメド・アリチョー。5人目はモハメド・アリチョー選手です。パリ・サンジェルマンやエバートン、アンジェなどの複数のクラブの下部組織で育ち、現在はレアル・ソシエダで活躍する圧倒的なスピードと突破力が持ち味の選手です。アンジェでトライアルを受けた時、実際にパフォーマンスを見た育成部門のディレクターは、クラブ幹部にすぐに手を打ってくれと頼み、48時間以内に契約が決まったそうです。そしてフランスでは史上2番目となる16歳でプロ契約を結んでいます。その後、周りの期待通りに成長し、クラブ史上最年少でデビューをしています。バロンドールに最も近いと評価されるキリアン・エンバペより4ヶ月も早い記録です。これらの活躍から、アンジェの神童と呼ばれています。いかがでしたでしょうか。UEFA が注目する21歳以下の素晴らしい才能の原石たちがよくわかりましたね。他にも皆さんが知っている UEFA が注目する若手選手がいれば、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。